今年は第2位に終わりました。エレナ・バローは俺のバスティーヨ。曲はスノーストーム。2人の違った動きの中に非常に調和がありますね。なるほど。83年のヘルシンキ大会で初めて出てきていきなり金メダルを取ったんですよね。翌年のオタワでは地元カナダのアンダキューマンティーニ組に敗れまして、去年東京でまた1位に復帰して、今年今度は後輩に敗れてしまった。十分エレナ・バローはオレグ・バシリエフの2人。平松さん、その2人は名字は違いますが、ご夫婦なんですか？そうなんです。結婚されてもう2年近い、1年半ぐらいでしょうか。そうですか。通りで息がぴったり合ってますね。ねえ。準備運動なんかから見ておりましても、非常にこう練習熱心な2人だなという印象を私は強く持っておりますが、バローとバシリエフのエキシビション演技が終わりました。